はい、ということでやってまいりました、本日、5月3日ですかね、札幌、札幌公演の、直前なんですけど、札幌ですね、まあ、数日前に僕は参りしたんですけど、すごく、寒くてね、急遽ダウンジャケットを買って、もう、今シーズンは使わないので、ちょっと大変な出費をしちゃったんですけど、それはさておき、すごく寒いけど、絶対皆さんはその分の逆に心は温かいと思うんで、そういうところを見せてください。はい、ちょっと閉まんないですけど、そんな感じで。はい、これから頑張っていきます。